にちは、エリアルフィアです。若い方々が引っ張っていく日本の人権外交、日本の安全保障というテーマで先生の考えをまずお伺いできればと思います。はいはい、人権外交をずっとね、の国連の方でもやってこられたと思いますけども、やはり人権と言っても一番大事な底辺というのは、私は生存権だと思って、まず生きるっていうことが一番大事なの、人権の中で一番大事なもので、その上に精神的な自由があり、その上に経済的な自由というものがあるんだろうと。もう世界の普遍的な価値観なので、この組み合わせという部分はしっかり担保するということが、アルフィアさんのこれまでの経験というものを踏まえて、やはり多くの国民に、自民党の議員に喝を入れてほしいなと思っております。